ごきげんよう、高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を光り輝く高齢者にするための起爆剤の情報を配信しているところであります。今日は2024年2月の12日月曜日、昨日の建国記念日の振り返りです。休日です。今日は3弾シリーズの第3弾目は、これは綾小路きむらさんの中高年登りきってもいないのに下る坂、なんと今日が最終回となりました。いやー、これは第5章、これ最終回の、まあ、最終の章ですが、第5章、相変わらず骨董にはまっていますというのが第5章でしたが、それのもう最後の方へやって今日最終回に来ました。最後の章項目、これは最近の愛読者はお経です。君村さんの愛読者は何ですか聞かれることがあります。普通はゲーテの若きウェルテルの悩みとか、サリンジャーのライ麦畑で捕まえて、あるいはドストエフスキの罪と罰、さらには島崎藤村の夜明け前、有島武雄の生まれいずる悩みなどを挙げていました。がこのところちょっと変わりました。何かだな。奥様、本気で信じてる？私が幼少からこのような本を読んできたって。信心深いのは神様、仏様の前だけにしてください。私のことを信じてもご利益はありませんよ。というわけで先に挙げた本はほんの冗談です。ドストエフスキーも冗談か。うわー、ほんの冗談です。たまたま署名を知っていただけです。本当はお経なんです。好きなのはお釈迦様の教えが書かれたものです。お経、括弧経典にもいろいろありますが、般若心経などとてもいいですね。わからないこともたくさんあるのですが、読んでいるといろいろなことを考えさせられます。聖書はあちこちのホテルに常備されていて、括弧ビジネスホテルの机の引き出しの中によく置いてありますが、括弧最大のベストセラーと言われますが、お経も負けていません。多くの日本人はあちらの世界に旅立つときお経で送られるのです。ここにずっとあの般若心経が漢字で書いてあります。読めない、漢字ばかりでめまいがしてくる、ではこれでいかがですか、これなら読めるでしょう。でこの次はひらがなで書いてあるですね。漢字菩薩行人般若ミイラハラミタジ証券号、証言、開空、同一切役、シャーリーシー、地域福祐、空風意識、色即、絶空と、まあ、ずっとおひらがなで書いてあるんで、読めるけど、ひらがなばかりで読みにくい。まあ、奥様、わがままですね。私も同意見ですが、でも本当のところ、お経はやはりありがたいです。お経自体もお経について書かれた本も読んでいると心が洗われる思いがいたします。こんな顔した私が言うのですから本当です。お経好きが高じたからではないのですが、2008年、平成20年の春には四国88箇所のお寺をすべてお参りしてきました。へえ、大したもんですね。いろいろな思いを自問自答したお参りでしたというね。そして今日は最終回、終わりに入っていきます。終わりに、仕事とはいえ一言多い私、綾小路きむらはいつも悪いねを口癖に生きているうちにとうとう還暦を迎えてしまいました。まだまだやる気もある、夢もある、希望もある、ないのは体力だけの今日この頃です。なるほど。よく耳にする日本人の大好きな言葉があります。初心に帰れ。アラカンの私が今、初心に帰ってやり直せと言われても、やり直す体力など残念ながら一つも残っておりません。それでも心の片隅に、若い者には負けないぞという人生最後の反抗期をちらつかせ、ジョギングをやったりしてその場をしのいできております。残されたほどほどの人生を考えれば、体型も崩れ、体調も崩れ、見腹立ちもまで崩れ、
元に戻ることのない現実を背負っている中高年の皆様が少しでも長生きしたいと心の中で叫びながら、ジョギングに散歩に、ジム通い、体操、水泳、ヨガ教室と隣の人を観察しながら打ち込んでいる姿を見ていると、死ぬのも怖い、生きているのも怖い、知恵のある人間の弱みを感じるのでございます。生きるって何？なぜ生きているのか？人生って何？はたまた夫婦とは何？年を重ねるたびに思う今日この頃、結論の出ないまま、まあいいか、まあいいか。で過ごす毎日、思いついたことも面白おかしく書き綴ってみました。この本を手に取ってくださったあなたと一番大切な旦那様、あなたと一番大切な奥様の距離が少しでも近づく参考になれば嬉しく思います。最後に出版にあたりお世話になった方々にお礼申し上げます。特に安藤拓様、立川美希夫様、平出博士様には心より感謝申し上げます。2010年1月吉日、綾小路きみまろというんで、綾小路きみまろさん、中高年登りきっていないのに下る坂、まあいろいろ楽しませていただきましたね。腹から笑えるものがたくさんありました。でも最後はお経が好きだというね、般若心経をね読んでおられるというんですからね、それとまあ四国八十八箇所を回られたとか、まあそれはもう一つの手かも分かりませんね。この高齢者は高齢者になる秘訣はね、いやそこらにもこのお互いに喜び合えるヒント知恵があるのかも分かりませんね。今日もまあお経は毎日朝起きたら仏壇に私も参っております。浄土真宗でございます。まあそんなことを今村さんから大いに学びながら、またこれを体の中に入れ込んで、それをエネルギーに力にして、自分の夢に対し、自分の希望に対し、自分の求めているものに対して、いきますか？前進しますか？いきますよ。ゴーゴーゴー！ごきげんよう！